ブレッドが大ヒットした。1970年にはドラマーのマイクボッツを新メンバーに加え、セカンドアルバムオンザ・ウォーターズをリリースし、デビッド・ゲイツ作のメロディアスなシングル Make It With You が全米の位置に輝き一役ブレッドの名は世界的なものになった。2作目のアルバムはより多彩な楽曲が収められ、さらに高度なアレンジを駆使したナンバーが目立つものになっていた。 三作目のアルバム、マナは1971年にリリース、ゲイツ作の、イフは当時チャートの4位まで上がり、その美しい名バラットは現在までブレッドの曲としては最もポピュラーなナンバーとして知られている。この後オリジナルメンバーのロブロイヤーがブレッドをシングルヒットバンドとしてプロモーションし始めたレコード会社の方向性に疑問を感じだったりする。マナは大ヒット曲の イフの他に、ジェームス・グリフィンとロブ・ロイヤーのブルージーな R&B ナンバーやカントリーフレーバーなコーナンバー等が並んでいた。ロイヤーの後任にはキーボード及びベースプレイヤーであるウエストコーストの有名なスタジオミュージシャン、ラリー・ネクテルを先行リリース。1972年1月に4作目のアルバムベビー・アヤイ・ム・ A ・ウォンチューをリリース。4曲のトップ40シングルを 含んだこのポップロックアルバムは全米3位の大ヒットを記録し1973年のグラミー賞ベストエンジニアレコーディング部門にノミネートされた。また同年ブレッドはベストポップボーカルグループ部門にもノミネートされている5作目のギターマンは最もロックテイストにサウンドメイキングされたアルバムであった。シングルカットされたはキャッシュボックスのシングルチャートでは トップ10にランクインするヒットとなった。しかし1973年6月、ソルトレークシティでのライブコンサート中に突然グループを解散することを発表。メンバーは必然的にソロ活動となったが、その後何度か全員でのセッション活動も行っている。またこの年の3月全米では、ブレット初のベストアルバムとなる、ザベストオブブレッドが発売されており、ビルボード誌では、 第2位まで上がり翌年までトップ100位以内にチャートインし続け、当時全米のみで500万枚以上を売り上げる大ベストセラーとなった。1976年11月、エレクトラ会長ジャック・ホルツマンの要請で1枚限りという条件のもと再結成、6作目のアルバム、ロスト・ウィズ・アウト・ユ・アラブを発表した。内容はアコースティックでよりポップな作風で全米ツアーも行った。 先行シングルはチャート9位となった。なおブレッドはすべてのレコーディングをメンバーがプロデュース、アレンジ、演奏、またメンバー自らのオリジナル曲で行ったバンドである。また、イギリス独自で発売されたベストアルバム、サウンドオブブレッドは』は UK アルバムチャートで n o チになり1977年ゴールドディスクレコードが与えられた。なおこの授賞式には、 当時ジェームス・グリフィンは出席せず、ブレットのリユニオンツアーやデビッド・ケイツのソロツアーに参加していたセッションギタリストのディーン・パークスが出席している。1996年には解散時のメンバーで約2年間にわたりワールドツアーを行っている。なお、日本ツアーも予定されていたが直前でキャンセルされた。パンフレットにはデビッド・ケイツによる挨拶と コメントが日本語で紹介されている。2005年にジェームス・グリフィンとマイク・ボッツがそれぞれガンのため亡くなった。2009年にはラリー・ネクテルも心臓発作で他界した。2006年ブレットはボーカルグループ名誉の電動ボーカルグループホール・オブ・フェーム入りを果たした。ありがとうございます。